95式軽戦車は、1930年代中期に、大日本帝国で開発、採用された戦車。一匿名称、ハゴー、ハゴ、ハゴ車は誤り。日本戦車としては、最多の2378両が生産され、97式中戦車中派とともに、第二次世界大戦で活躍し、日本軍の代表的な軽戦車として知られている。 1920年代後半に開発、採用された、日本初の国産量産戦車である89、式季系戦車は、本来日本陸軍が英国からの購入を求めた、ビッカースマーク、I 系戦車や、その代わりの参考用に輸入した、ビッカース C 型中戦車のように、1920年代、当時の世界水準に合わせて10トン程度の戦車として、開発された。 回収を重ねたため、最終的に、車重11.8トンとなったが、スペック上では夜道を最高速度時速25キロメートルで走行することが可能だった。この最高速度は、同時期の欧米戦車などと比較しても、同等水準であり、むしろ陸軍が研究用に輸入していた、フランスルノル濃厚型、オツ型と比べれば早い型であった。 この頃の陸軍部内では機械化部隊の創設を模索している最中であり、戦車としての性能という観点から見れば一定の水準に達していたため、採用時点では大きな不満はなかった。しかし、1930年代になると技術力の向上により、トラックを含む自動車の最高、巡航速度も上がり、実際に運用した際、 89式の時速 25km ですら、トラックの時速 40km に追いつけず、不十分となった。また欧米では、1930年代に各国に広く輸出された、ビッカースロットン戦車や、ソ連の快速戦車 BT-2 が登場するなど、従来より高速を、発揮可能な新型戦車が配備されるようになった。さらに89式は、 中国戦線における悪路、路外での投入では最高速度を発揮できず、時速 8km 時速 12km 程度が実用速度となった。このような機動力では、最前線で不評部隊に随伴し、支援を行うには問題ないが、路外で追撃戦を行うのには遅すぎた。 1933年の熱火作戦にて、最高速度実速 25km の89式系戦車は次々と脱落し、最高速度実速 40km の92式重装甲車が活躍したこともあり、トラックとの共同作戦行動ができる戦車の必要性を痛感した陸軍は、機動力に富んだ機動戦車の開発を開始した。また、 船舶輸送や揚陸とかなどの日本軍の戦車運用能力という観点から見た場合、10トン前後という重量は決して運用できない数値ではなかったが、日本軍の運用に適した重量は6トン前後であることが判明した。95式系戦車と97式中戦車からなる気候部隊1933年の作戦や、 実戦の戦訓から機動力を重視するようになった。日本陸軍にとって、89式は遅く、重く、運用しづらいなど、軽戦車としては失敗策となってしまった。ただし、89式は1920年代の思想で作られた戦車であり、設計時期も1928年からと遅かったことも影響した。結果的に1930年代の戦車の、 高速化の時代に対応できず、一世代遅れの戦車となってしまった。また、主力となる、新型戦車は、ある程度の数を揃える、必要性と財政上の理由からも、安価な軽戦車とすることが決まっていた。こうして、上述の要求をもとに、89式、軽戦車の後継の、気候戦力の主力となる戦車として、十五式軽戦車は開発された。 1935年の95式軽戦車の採用に合わせ、重量の増えた89式は新たに、中戦車の区分を設けた上で中戦車に再分類された。同時に重戦車の分類基準も引き上げられた。こうして1920年代後半の、軽戦車と重戦車の二本立てで、戦車隊を整備するという日本陸軍の構想は、 1930年を境に大きく転換し、最新の軽戦車と豆戦車が研究用に輸入され、1930年代前半の軽量化と高速化の要求に対応し、1935年に重戦車が中戦車に置き換えられて、軽戦車と中戦車の2本立てとなり、暫定的に95式軽戦車と89式中戦車の組み合わせを経て、 1937年に95式軽戦車と97式中戦車の組み合わせでようやく達成されるのと同時に戦車に対する方向性が確立されることとなった。95式軽戦車は軽量、快速だが小型、軽装甲であり3 7ト、mm、ル戦車砲の榴弾の威力が小さいので本車を保管するために89式中戦車の後継として 89式よりも最高速度と走行圧を増した97式中戦車が開発された。榴弾の威力が大きいが走行貫鉄能力に劣る単方針 57mm 戦車砲を搭載した97式中戦車は火力支援戦車、不評支援戦車の色合いが濃いものであった。よく誤解されがちであるが、95式系戦車があまりに非力で、 主力になれない失敗作だったので代わりに97式中戦車が開発されたわけではない。また、中戦車である97式が主力となる戦車で、軽戦車である95式が補助となる戦車という見方は第二次世界大戦後半の軽戦車が陳腐化した状況からの間違った見方である。開発当時はあくまでも十五式軽戦車こそが 主力であり、97式中戦車はそれを補完する存在であった。いわば両者は、ドイツ陸軍の3号戦車と4号戦車、イギリス陸軍の巡航戦車と不評戦車のような関係であった。こうした日本陸軍の戦車運用に関する戦闘競技が変化するのは、姿勢98式中戦車に、姿勢4 7ト、mm、ル戦車砲を搭載する。 ことによって、中戦車にも強力な対戦車戦闘能力を求めるようになった、1939年頃からだと考えられる。回収型試作車軌道林と誘導林に軽量化のための肉抜き穴があることや、誘導林に歯がないことが確認できる。車体側面にバルジがない。砲塔に社長天望塔がない。砲塔後部に機関銃がない。 砲塔形状が、円錐台状、基銃主席前面の傾斜角度、機関室上部両側面の傾斜がない、機関室上部右側面の排気窓がない、砲塔上面の単焦灯、車体後部の出入り口扉など、量産車との違いが確認できる。手法操作メカニズムや、消音器を、車体右側面に配置するなど、ルノー系戦車の影響が見られる。本社は日本において、 初めて、設計及び、試作段階から、民間企業から。開発開始時は、三菱航空機によって開発された戦車である。95式系戦車の開発のそもそもの契機は、関東軍による、機械化実験部隊の編成計画とされる。開発開始前年の1930年に、研究用に、ビッカースロットン戦車、E 型タイプ A1 両を輸入し、 1931年9月に千葉の陸軍風評学校が関東軍の要望をもとに不評戦闘用軽戦車の研究要望案を提出1931年から開発が始まった1932年に陸軍技術本部に軽戦車開発の要望の具体的な概要が提示されたが 満州事変の一環として、熱火作戦2月23日から5月31日が行われたことを受け、機動戦車の開発要請が出された。同年6月に設計開始、9月までに設計完了、試作車1両の製造が発注され、翌1934年6月に最初の試作車が完成した。この試作1号車には、 車体側面のバルジと、車長展望塔と、砲塔後部機関銃が付いておらず、砲塔上面に横開き式のハッチが設けられ、誘導輪に刃が付いていた。試作1号車は、千葉県のフッツ車場などでの射撃試験、薄い峠など、関東平野各地で、走行距離 710km の運行試験が、行われた。最大速度は、時速4 3トルを発揮したが、 重量が7.5トンを超過したため軽量化されることになった。1934年10月に重量を1トン減らした回収型試作車が製造され、翌1935年11月に車体側面のバルジュと前後に開くハッチを持った車長展望頭が追加された第二次試作車が3両完成した。この間、騎兵 戦車部隊での各種試験が行われた。12月16日に、市政ロットン戦車は95式系戦車として仮正式化された。翌1936年11月に量産車と同じく砲塔後部に機関銃が追加された、増加試作車が完成し、満州で関連地試験が行われた後、正式採用された。 生産は1936年から始まり、1943年9月の生産終了までに、生産数は三菱重工業の自社工場で約半数弱、その他、相模陸軍造兵賞、日立製作所、新潟鉄工所、神戸製工所、小倉陸軍造兵賞などで残りの約半数強。ポーランドが、 独自の改良を施しライセンス生産したロットン、戦車である 7TP の単砲灯型。空冷水平対向4気筒ガソリンから、液冷倒立直列6気筒ディーゼルに換装した、ことで、95式系戦車と同じく、機関室が、戦闘室と同じ高さになっている。92式重装甲車では、溶接構造が採用されたが、溶接構造は衝撃に弱く、 着弾の衝撃で溶接部が割れてしまうこととがあったため、95式系戦車では信頼性が高い描接構造が採用された。3人乗りの小型の車体に全周旋回可能な 37mm 砲という組み合わせは開発当時には世界的に見て標準的なものであった。ただし採用された94式 37mm 戦車砲は 不評法である、狙撃法の改良型であり、長砲進化したものの砲尾等の強化はされず、同時期に開発、採用された対戦車砲94式 37mm 砲のような初速の高い弾薬等は使用できなかったため、同時代の同口径の戦車砲を装備した他国の戦車、及び同口径の対戦車砲全般に対して、本社は、 装甲貫鉄力の面で大きく劣ることとなった。後に94式 37mm 砲の弾薬灯をそのまま利用できる98式 37mm 戦車砲を搭載するようになったが、当時すでに94式 37mm 砲自体がアメリカ陸軍の強力な M3K 戦車などの当面の目標に対して貫鉄力不足であり、劣勢が変わることはなかった。 94式、98式 37mm 砲は、工程社会は、行角20度、深く15度で、方向社会は砲塔を旋回させることなく、手法を左右に10度ずつ旋回することができる機構を取り入れていた。砲の不行旋回は、社長兼法主が肩に当てたパッドを使っていった。十五式軽戦車の砲塔の旋回は、旋回ハンドルではなく、 社長兼砲手の肩を手法に当てて回転させる人力旋回方式であるとしばしば誤解されることがあるが実際には戦車砲左下の砲塔基部に旋回ハンドルが存在しこれにより砲塔旋回を行う砲塔はビッカースロットン戦車 E 型タイプ B 単砲塔型のように車体左寄りに偏って配置されていたこれは主砲が 砲塔右寄りに偏って装備されているためで、方針を車体中心軸に合わせるためであった。この砲塔を偏らせて配置する方式は、以後、95式系戦車の設計の拡大版である97式中戦車系列にも引き継がれる、日本戦車の特徴の一つとなる。また、車内レイアウトは、人間工学的には、無理があり、良好とは言えず、特に狭い砲塔には、 前方の 37mm 砲に加え、後部に車載重機関銃が詰め込まれ、その両方の装填から射撃までを、社長一人で操作しなければならなかった。そのため現場では、砲塔後部の車載重機関銃を下ろして搭載しない、車両も多かった。当初、日本陸軍の戦車には、無線機が装備されておらず、戦車間の相互連絡や、命令伝達の通信手段は、 赤白の手旗や手信号に頼っていた。しかし、この方式だと、情報量が限られ、目視できる範囲にしか伝わらないので、夜間は使用できず、また昼間であっても、霧や雨の気象条件で見え方が左右され、展望塔ハッチから身を乗り出す社長の防御場からも、問題があった。そこで、1937年頃から、無線機の小型化が進んだことで、 試験的に一部の89式中戦車や95式系戦車に無線機が装備された。97式中戦車では無線機が標準装備となった。本社は89式中戦車オッツ型の三菱 A6120VD をコンパクト化した三菱 A6120 部度空冷直列6気筒ディーゼルエンジンを搭載した。A は空冷エアクールド。 6120は、6気筒120馬力。V は、縦型イコール垂直イコールバーチカル、イコール直列。D は、ディーゼルディーゼルの意味である。エンジンは、車体後部右側に偏って配置された。消音器と、排気窓も、車体上部の右側面に配置された。エンジンに左側には、空間があり、戦闘室と機関室の間の隔壁の左側に、連絡扉が設けられ、 車内からエンジンの簡易な点検整備ができるはずであった。試作車の車体後部には大型の出入り口扉があったが、量産車では廃止され、量産車では機関室上面左側の鎧窓が脱出口を兼ね、そこから緊急脱出できるはずであった。しかし、実際にはエンジン左側の空間が狭すぎて人が出入りできなかった。軌道輪は前方に、 誘導輪は後方にある前輪駆動方式であった。足回りには94式軽装甲車から導入されたシーソ装ー式サスペンションを採用した。天輪は中型のものを片側4個、指示輪は片側2個であった。離体幅は 250mm であった。本車は最大速度実ロ 25km の89。 式中戦車から大きく速度向上を果たし、トラックとの共同作戦行動が可能な最大速度時速 40km 以上の速度を発揮できた。試作車は重量が7.5トンを超過した状態であったが最大速度時速 43km を発揮している。6.5トンに軽量化された回収型試作車は最大時速 45km を発揮した。 英国ボービントン戦車博物館に展示される95式系戦車連合国に露隔された本社は最大速度時速 40km 以上の速度が記録されており1945年8月の米軍の情報資料では速度性能を時速28から30マイルとしている当時の連合軍の記録映像によればスチュワート系戦車と直線区間4 10マイルを競争した結果、我が方の戦車は50秒、95式系戦車は55秒、我が方の戦車が10%速い、としている。なお英国ボービントン戦車博物館に展示されている95式系戦車の解説パネルには、最大速度30マイルと記載されている。軽量化とディーゼルエンジンの採用により、航続距離は 250km となっている。 本社の全員中期型には94式 37mm 戦車砲が搭載された。弾頭と薬莢が一体となった完全弾、薬頭式である。弾薬は難目標射撃用の榴弾として94式榴弾、1式榴弾、高目標射撃用の鉄鋼弾として94式、鉄鋼弾、1式鉄鋼弾を使用する。また、 演習弾として94式榴弾大用弾、94式鉄鋼弾大用弾を使用できる。94式 37mm 砲と同じ弾頭を使うものの薬莢は短いものを使用し弾薬等レベルでの互換性はない。また、装薬量も少なく、初速が遅いため装甲貫鉄能力は同砲より劣っていた。 94式 37mm 戦車砲は、ルノー系戦車に搭載されていた、旧式化した、狙撃砲の後継と言えるものであり、同年に正式化された94式 37mm 砲の、ような初速の高い弾薬は使用できなかったため、同時代の同口径の戦車砲を装備した他国の戦車、及び同口径の対戦車砲全般に対して、 装甲貫徹力の面で大きく劣ることとなった。ただし、不評法由来の戦車砲を搭載したことによる貫徹力不足は同じく 37mm 不評法由来の手法を搭載したフランスのルノワール35系戦車などと共通する問題点とも言える。ただし、後期型では94式 37mm 砲と 同一の弾薬塔を使用する98式 37mm 戦車砲が搭載され、装甲貫徹能力が向上させるなど対策が行われており、R35 もスペイン内戦の戦訓を受け、結果的にフランス降伏までに全車両の乾燥は間に合わなかったものの、1939年から既存車両の手法の乾燥を行うなど、95式と、 似たような対策が取られており、この点については95式特有の問題というわけではない。98式 37mm 戦車砲は、94式 37mm 砲や100式 37mm 戦車砲と、弾薬は同一であり、共用可能であった。98式 37mm 戦車砲と、 貫通威力が禁じするとされる94式 37mm 砲の場合、94式鉄鋼弾の装甲板に対する貫鉄能力は 350m で 30mm、800m で 25mm、1000m で 20mm であり、一式鉄鋼弾の貫鉄能力は第一種防弾鋼板に対して、射距離 1000m で 25mm、 方向前では 50mm であった。また1942年5月の資料によれば、98式 37mm 戦車砲と貫通威力が禁じするとされる94式 37mm 砲は、姿勢鉄鋼弾である弾丸砲、第一種平成単型鉄鋼弾を使用した場合、以下の装甲板を貫通するとしている。 94式 37mm 砲を露覚したアメリカ旧陸軍省の1945年8月の情報資料によれば垂直走行に対して射距離0ヤードで2.1インチ射距離250ヤードで1.9インチ射距離500ヤードで1.7インチを貫通するとしているただし使用弾種は94式鉄鋼弾となっているが貫鉄威力が 日本側の一式鉄鋼弾のデータと近似していることから、米側の表記ミス化双方の鉄鋼弾を混同した可能性がある。なお、94式 37mm 戦車砲用に配備された一式鉄鋼弾は、98式 37mm 戦車砲、100式 37mm 戦車砲、94式 37mm 砲用の 同弾と弾頭は共通であるが、薬卿長が短く、初速が低いため装甲貫徹能力も低下している。したがって98式 37mm 戦車砲を装備した後期型の本車であっても、M4 中戦車の車体側面、後面や M3 系戦車の正面走行に、至近距離から正撃に近い形で命中させなければ、貫通は困難と思われる。 これらの鉄鋼弾はいずれも弾頭内に策略を有する鉄鋼流弾であり、貫鉄後に、車内で炸裂して、乗員の殺傷及び、機器の破壊を行うのに適していた。なお、日本軍の対戦車砲全般に対し、貫鉄能力の低さについて、当時の日本の夜銀技術の低さゆえに、弾頭強度が低く鉄鋼弾の貫鉄能力が劣っていたと、揶揄されたり、 鉄鋼弾弾,弾頭の品質が悪かったという指摘。装甲板に当たると弾頭が砕けたり滑ってしまうため、貫鉄力が発揮できなかったという指摘がある。94式 37mm 砲、94式 37mm 戦車砲で、使用された94式鉄鋼弾や、90式 5cm7 戦車砲、97式 5cm。 7戦車砲で使用された92式鉄鋼弾等は、弾柄が薄く、内部に比較的大量の策略を有する、鉄鋼榴弾であり、厚い装甲板に対しては、構造的な強度不足が生じていた。後に、この点を改善した1式鉄鋼弾が開発、配備されることとなった。なお、94式鉄鋼弾も、正式制定当時の想定的に対しては十分な、 貫通性能を持っていると判定されて採用されたものである。後に開発された一式鉄鋼弾では貫鉄力改善のために弾柄が厚くなっている。諸外国の例としてアメリカ陸軍の M337mm 砲の鉄鋼弾である APM74 ショットは砲弾の中心まで無垢の更新であり構造的な強度上では 砲弾の中心に作薬がある 5cm7、戦車砲の92式鉄砲弾や94式 37mm 砲の94式鉄砲弾のような鉄砲榴弾よりも有利であることがわかる。第一次試作車。軌道輪と誘導輪に肉抜き穴がない。誘導輪に歯がある。日本が輸入したものと同型のロットン戦車 E 型タイプ A。ロットン戦車の車体を バルジのない第一次試作車と比較すると垂直の車体側面操縦席が右側など両車は非常によく似ている総標等型の M2A2K 戦車ロットン戦車 E 型タイプ A や第一次試作車と非常によく似ている操縦席は左側である走行については傭兵車側でも評価が分かれていた1935年12月の 第13回審議会において、機兵化では、自動車と行動できる、機動力を確保するため、防御力が若干落ちてもやむを得ず、走行の弱さは、機動性を活かした総合的な防御力で補えば、良いとした。他方、不評価系列の戦車部隊は、機動力、武装は十分だが走行については、現状では、不十分で、このままでは、戦車としての価値は低く、 せめて走行圧3 0ト、mm、ルは欲しいと主張した。これは1 0 0 0ルの距離からの3 7ト、mm、ル対戦車砲にギリギリ降誕できる走行圧であった。最終的には本社の当初の開発意図である機動戦車としては1 2ト、mm、ルの走行圧で十分との結論が下された。これは7 6 2ト、mm、ル鉄鋼弾にギリギリ降誕できる走行圧であった。 不評価側の要求は、別途開発される戦車において実現させる意図から、95式系戦車の性能は潔く割り切ったものと考えられる。なお、小銃弾にも耐えられないという問題に対しては、第二次試作車から、車体側面の砲塔基部に、被弾軽視に優れたバルジ状の装甲を追加する改良が行われ、量産車からは、 第二次試作車よりも大型のバルジが採用された。バルジは左右対称ではなく左右で微妙に大きさが異なっていた。前小刀は戦闘時の被弾による破損を避けるため不使用時は180度回転させることができた。それよりも同時期に登場した他国の3 7ト、mm、ル程度の砲を装備した軽戦車が おおむね10トン前後の車重を有したのに対し、本社はそれより一回り、少ない約7トンに制限されたことは、本社の限界を決定づけた主要因となった。これは日本は島国であるがゆえに、戦車を国外に移動させるときは船舶を用いざるを得ず、当時の標準的な港湾設備や船サイクレーンの能力から、重量を6トン以内に収めることが要求された。 ことによる選択であったとも言われる。また、当時の日本の技術力では、高出力軽量の戦車用、ディーゼルエンジンが開発できず、エンジン重量が重んだこともあり、走行圧を薄くして、車重を軽量化するしかなかった。硫黄島の戦いで、戦車、第26連隊が使用した95式軽戦車。アメリカ軍がほぼ無傷で露覚し、 グアムに移送された当時に撮影されたもの。砲塔側面には、戦車、第26連隊の舞台マーク、丸に、縦矢印の図案が薄いながらも、判別可能ムールの戦いにて、オーストラリア陸軍第8師団の q f 日ポンド砲によって、撃破された95式系戦車戦車第11、連隊の95式系戦車。砲塔側面の、死は、連隊の、 11を、死根の、死にかけず安易化したもの。第101号型輸送艦にて揚陸中の95式系戦車南鳥島に配備されていた、戦車第16連隊の95式系戦車。手前左端は、胴体の94式6輪自動化車日本陸軍の戦車部隊は、戦車連隊という単位が基本で、各戦車連隊は3から5個。 戦車中隊で編成されていた。通常の場合、その第一中隊は95式系戦車のみで、その他の中隊は97式中戦車で編成され、連隊本部や97式中戦車中隊にも2、3両の95式系戦車が配備されていた。捜索連隊が母隊である戦車連隊は95式系戦車中隊のみで編成される場合が多かった。 戦車連隊の他に、師団が持つ戦車隊が存在する場合があり、その場合も95式系戦車が主力であった。本社は、他国の戦車の設計思想が対戦車線を意識するようになりつつある中で、開発された、日本初の対戦車戦闘を考慮した戦車である。しかし、その対戦車能力は低く、敵戦車との戦闘では常に苦戦を強いられた。 一方で、機動力が優れており、有力な気候兵器、対戦車兵器を持たない軍隊との戦闘では、そこそこの活躍を見せた。初めて95式軽戦車が、本格的に投入されたノモンハン事件では、3両1組のフォーメーションを組んだ上で、ソ連軍の T-26 系戦車や BT-5 戦車と戦闘し、撃破に成功した事例も存在する。 これは、猛訓練の結果でもあり、無線をほとんど使わずに行動する、維心電信のようなものであったとされるが、基本的に装甲が薄い同時期の軽戦車が相手で、あれば、本社の94式 37mm 戦車砲でも、対応可能だったことも伺える。ただし、同事件での戦車部隊の作戦期間は短期間だったこともあり、戦車単独での戦火は、 ごく少なく、また本社も一部が露覚されている。同事件で、ソ連軍戦車を多数撃破したのは、不評連隊に配備された94式3 7ト、mm、ル砲であり、敵味方ともその戦果を高く評価している。日本と友好関係にあったタイにも40両から50両が輸出され、太平洋戦争の開戦前に、普通インドシナとの間に起こった。 国境紛争で活躍した。ただし、温度変化の影響か、1、4以上の車両について走行に自然にひび割れが、生じる不具合が起き、クレームがつけられる事態となった。太平洋戦争初戦である一連の南方作戦の、うち、フィリピン攻略戦において、アメリカ極東陸軍第192、戦車大隊所属の M3 系戦車と遭遇した事例では、 95式系戦車が M3 系戦車小隊五両を撃退することに成功したもののビルマ攻略戦にてイギリスインド軍の M3 系戦車と遭遇した事例では95式系戦車が次々と命中弾を与えたにもかかわらずすべて跳ね返された M3 系戦車はフランス戦の戦訓から M2 系戦車を元に開発され 本社の約2倍の重量があり、車体全面で 38mm、棒縦部で 51mm の重走行が施されていた。これは94式 37mm 戦車砲では、方向初速でも、射間できない走行圧である。また、M337mm 砲は、当時の同口径の戦車砲、対戦車砲の中では、最も高性能であり、 有効射程内のどの距離でも95式系戦車の走行を正面から貫通できる性能を持っていた。95式系戦車は最終的には M3 に体当たりまでして応戦する羽目に陥った。一方でエンジンの故障は少なく長距離走破にもよく耐え、特にマレー作戦においては97式中戦車と共に電撃戦を行い活躍した。中には マレー半島からスマトラ島へ転戦し、2000km 以上の走行に耐えた車両もあった。対戦後半の防御主体の作戦においても、後継車両の不足と貴重な気候戦力のため、タラワの戦い、ペリリューの戦い、サイパンの戦い、イオウ島の戦い、沖縄戦、占い、森島の戦いなど終戦に至るまで様々な戦線へと投入された。 タラワの戦いにおいては、本社及び94式 37mm 砲によって、アメリカ海兵隊の M4 中戦車を撃破した、可能性のある事例が存在する。タラワの戦いでは上陸してきたアメリカ海兵隊の M4 中戦車と交戦し、M4 中戦車の初段を交わした95式系戦車が 37mm 砲を発砲して、 砲弾が M4 戦車の方向から方針に侵入し、撃破したとされている。この他にも、M4 中戦車を撃破した事例が存在し、ペリリューの戦いでは、上陸してきた M4 中戦車と交戦し、95式系戦車の放った砲弾が、M4 中戦車の砲塔と車体の間に食い込み、砲塔の旋回を不能にして撃破した。フィリピンの戦いでは、 ルソン島ワギオ付近の峠で95式軽戦車と M4 中戦車が至近距離で遭遇し驚いた M4 中戦車の乗員が運転を誤り谷に転落した。これは激破というより交通事故である。伊央島には本社12両と97式中戦車11両を装備する戦車第26連隊が配備されていたが西中佐は当初 機動兵力として、戦車を運用することを計画したものの、熟慮の結果、移動ないし固定統治下として待て副攻撃に使われることになった。移動統治下としては事前に構築した複数の戦車号に車体をダグインさせ運用し、固定統治下としては車体を地面に埋没させるか、砲塔のみに分解し、共に上空や地上からわからないよう巧みに隠蔽。 偽装されていたとされているものの、実際には、至近距離での戦車戦を行っていたという、目撃証言が残されており、真相は不明である。占い森島には、本社25両、97式中戦車39両を、要する精鋭部隊である、戦車第11連隊が展開しており、ソ連軍上陸後は、連隊庁舎を先頭に403のソ連軍に、突撃を行って、 撃退、403北斜面のソ連軍も後退させている。ソ連軍は対戦車砲4門対戦車銃約100丁を結集し、反撃を行い、池田連隊長者、以下27両を格座撃破したが、403南東の日本軍攻舎砲の砲撃を受け、また日本側援軍の独立不評、第283大隊が到着し、 残存戦車と共に参戦したため、上陸地点である、武田浜方面に撤退した。また、本社は、海軍陸戦隊でも使用されており、1942年8月から9月に行われたニューギニア戦線、ラビの戦いでは、クレ第五特別陸戦隊戦車隊が本社2両を装備している。8月27日の夜襲では、 本社の活躍によって、オーストラリア軍の第一線陣地を突破したものの、滑走路付近にて敵の反撃を受け、またデードによって行動不能となったため放棄されている。終戦後、ニューブリテン島にて、連合軍に引き渡される95式軽戦車及び97式中戦車。車体右側に立った兵士と比較しても、車体の小型さがわかる。 終戦時の時点で九十五式軽戦車は、日本本土の各部隊に四百四十六両前後、南方軍には百三十二両前後が残存していたと思われる。その他、シナ派遣軍、関東軍における残存数は不明である。生き残った車両は大部分が解体されたが、一部は、ヤワタ製鉄所など壊滅を免れた工場へ送られ、砲塔や武装を撤去した上で、 ブルドーザーや牽引車として戦後復興に活躍し、警視庁ではキャビンを拡大した改造型が警備用送輪走行車両が充実する昭和40年代まで配備されていた。また、北海道中央バス石狩線で積雪対策としてバソリを車輪代わりに使う雪上バス、バチバスの牽引車として用いられていた。中国大陸において 国民革命軍や公軍に引き渡された車両は国境内戦で両勢力により使用された。ちなみに共産党軍が初めて編成した戦車隊は本社で構成されていた。フランス領インドシナに残された車両はフランス軍が接収し独立運動勢力に対する鎮圧戦で使用された。さすがに最大走行圧1 2ト、mm、ルでは不安だったのか。 この車両には、車体前面、戦闘室前面及び、砲塔側面に増加装甲が施されていた。ちなみに、同地では89式中戦車の使用も確認できる。1928年に開発された、ビッカースロットン戦車は、安価で、高速軽量な、画期的な車両であった。現在的な意味での戦車の基本型に忠実で、それゆえに、 戦車技術の習得に最適であった。ユーザー各国の好みで、武装、走行圧、車体形状、車格、エンジンなど、容易に改良が可能で発展性に富んだ車両であった。95式系戦車を含め、以下はすべて、ビッカース・ロットン戦車のライセンス生産、もしくは影響を強く受けた車両であった。しかし、性能面では、 同じ祖先でありながら差が生まれた。95式の走行速度は十分であり、機動性は良好なものとなったが、最大走行圧はわずか12ミリメートルとなった。後の実戦においては、各地で機動力を発揮した一方で、同時に被弾箇所によっては、小銃弾すら走行を貫通するという防御力の弱さゆえの苦戦も強いられることとなった。 M2M5 軽戦車系列が高出力のガソリンエンジンを搭載したことで余裕が生まれたため強力な武装への変更や走行を厚くするなどの解説系が可能でありこの結果性能向上や兵器としての寿命を伸ばすことができた。対して95式軽戦車は輸送の利便性や重量にこだわりオリジナルのビッカースロットン戦車よりも むしろ車体が小さくなったことや低出力のディーゼルエンジンを搭載したため95式系戦車自体の性能向上ができなかったただし前述のように日本建ての構想に沿って開発された戦車なため一概に失敗作とは言い切れない95式系戦車の存在が97式中戦車地派の開発を促しており設計開発という点では ある意味成功を収めたとも言える。また、M2 系戦車は、部品を共通化して開発された T5 中戦車と M3 中戦車を経て、M4 中戦車へと発達するなど、類似例も存在する。95式系戦車対 T-26 や、95式系戦車対 M3 系戦車の戦いとは、ビッカース・ロットン戦車を母体とした者同士による、戦いであり、 97式中戦車隊 M3 系戦車や97式中戦車隊 M4 中戦車の戦いはビッカース・ロットン戦車の子孫同士による戦いだったとも言えるのである。オーストラリアにてレストア中の95式系戦車。本社はラビの戦いにて遺棄されたクレ第5特別陸戦隊戦車隊の装備車であり、車体前面には 陸軍の聖章ではなく海軍の怒り章が付されている。レストレーションを終えた情景の95式軽戦車、修造を展示している、あるいはしていた、博物館は以下の通りである。また、博物館ではないが、かつて、日本軍が戦った場所では、本社の残骸が野外展示されていることもある。サイパン島のラストコマンドポストには、校舎法に混じって、 完全に朽ち果てた本社一両が展示されている。2010年のアメリカの TV ドラマ、ザ・パシフィックにおいて使用された95式系戦車の撮影用プロップを、オーストラリアの戦車コレクターから、2012年に自動車整備、板金、修理、販売会社、かまどが330万円で購入して、模型会社、ファインモールドの監修の下、と、3ヶ月かけて、 交渉に基づいてできる限り精密正確なディテールアップと社外装備品の取り付けと再塗装を施した上日本各地のイベントで公開しているこのプロップは撮影のロケ地であるオーストラリアで製造された3台のうちの1台でキャンベラのオーストラリア戦争記念館でレストア中の実車を採寸の上車体と砲塔は角型パイプフレーム構造に 2mm 厚の 鉄板を貼り付けて製造されている。リベットは、ただの装飾である。軌道輪誘導輪天輪は2トル厚の鉄板の切り出しを溶接。サスペンションは、実車の構造に基づき稼働。離体は実物を型取りして、鋳造複製。フォード車製 V 型8気筒5000、CC ガソリンエンジンと3速、AT ミッションを搭載。重量は、約3トン。 最高速度時速 30km。ありがとうございます。